ました。変わってエストニアのペアです。ビクトリア・シュクロベル・バルディス・ミンタルス、女性はウクライナの生まれです。18歳、男性22歳です。このペアも2人の身長差がかなりありますからね、はい、そこら辺がやっぱりあの技術にどう影響してくるかですね。男性182センチ、女性150センチです。このツイストは縦位置になってますから見づらいんですが、開きが少し不十分だと思いますね。スローのトリプルサルコ、これは転倒ですから減点ですね。これはもう一番大きい減点になりますね、はい、2人の、まあ、回転も足らない部分だけじゃなくて転倒もありますからね、まあ、1人だけの転倒ですとねフルマークじゃないんですけれども、2人の部分で内容的に良くないですから、これはもう最大限になってしまうでしょうね。トーラスオリフト、バーハンドルからの変化、これはいいですね。スピードがありませんね、はい、先ほど申し上げましたけど後ろがよく見える。そうですね。特に前に滑ったペアが中国ペアでしたからね。そうですね、やっぱり技術的に非常に高いペアの後だけにやっぱり差が余計目立ってしまいますね、最後のディスパイラルも男性の方がもう一生懸命上からこう引き上げてるっていうそういう感じになってしまいますね、だから自然な動きがないですが、全体の動作も一生懸命やってます、ともかくやることはちゃんとやりますっていう感じで見えますよね、だからペアのユニゾンとかそういうフローとかっていう面からいくとですね、やっぱりそのペアとしては前のペアだけじゃなくて全体を比べてもですね、やっぱりちょっと技術差がありますね、はい、このペアで世界選手権に出場するのは3年連続3回目になります。過去は17位と18位という成績でした。どうしてもやっぱり、まあ、技術的な面もそうですが、やっぱり2人のこの身長差がですね、はい、やっぱり全体の動きにそのやっぱマイナスな要素が出てますね。やっぱ滑りが良ければですね、そういうものを感じさせなくなるんですけれどね、やっぱどうしてもそうじゃない。だからスロージャンプなんかでもやっぱり相手が低いと投げる時のタイミングですね、そういうのも変わってくるわけですよね。だから手の位置やなんかも変わる、だからそういうのがやっぱりきちんと技術的にカバーされてないんですね、ですからどうしても不安定になりがち。ショートプログラムですからミスが出るとそのたんびに減点されますんでね、この場合はやっぱり減点が大きいですね。そうですね、やっぱり、
かなりの減点が出てきてしまう。ですからどうしても最初の点はね3点台になってしまうんですよね。そうですね、上が 4.0 という得点、下は 3.4 です。これがエレメンスの得点でした。それでセカンドマークもですね、上がるっていう演技じゃありませんからね。どうしても、まあ、珍しいですね、順位が揃いました。そうですね、下が 4.3、4.7 という得点でした。本当に全員が14番をつけました。はい、こういうのは本当に珍しいですよね。